下塾の竹下です。今日はですね、対馬に来ています。対馬のホテルに昨夜入ったんですけどね、まず変わってるとこ見てみましょう。お部屋の中でね、はい、あれですね、アースジェットと書いてますね。これ一瞬いいなって思うのはこれなんですね。なぜかというとね、これなんです。この絵が描いてある。なんだろうと思っちゃいますけどね。ハエさんね、これいいですよね。ここはですね、国境の島というだけあってですね、いろんな方が泊まりに来るんですね。その人たちにとってみると、文字が読めなくてもこのイラストでわかるという素晴らしい発想ですね。本当だとこの辺のね、トリックの話をするのかもしれませんけど、僕はこの絵が気になりました。そしてもう一つね、疲れて描いてみました。今日はね、使いませんでしたけどね、これまたすごいんです。何でしょうかというので、これバーブですね。これすごいでしょう。何に使うかというと、入浴剤ですよね。顔のバブ、これがね、お部屋にありました。シュワーッとね、この中に入ってゆっくりしたかったんですけど、なんかシュワーって顔じゃなくてですね、もう少し、うだたねをですね、楽しみたいと思って、後に使ってみますね。それではまた次回お会いしましょう。竹下でした。